とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこのクエスト出てきました。行ってみようと思います。ここ。デイリークエストの砂漠の寺院。報酬が、アーティファクトですね。常々欲しかった、ドラだね。ドラの256を狙いに行きましょう。他のやつは、まあ、パワーが高いやつ持ってるので、狙いはドラだけですね。で、ここが、変更点が炎の矢のみなんだよね。炎の矢ということで、無限ダイナモはできないので、ノーマルの、高火力ハープクロスボウ、これを使ってやっていきたいと思います。では、行くぞ!なんかいきなりキャプテンの音楽が聞こえたんだけど、あ、これ横にいるな。多分向こう側にいるんじゃないですか。なんかキャプテンの音楽が聞こえたんだけどね。まあ、行きましょう。アーティファクトは、愛のメダル、エリクサーのカバン、キノコで行きます。で、基本的には、あぶねえ。槍で戦っていくスタイルですね。来た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 。おいはい。うんうん、オッケー。属性のね、やば。危ね危ね。属性の弓はね、もう、このハープクロスの棒が間違いないんですよね。間違いなく強い。オッケー。もういきなりだったな。こっち側にいたんかい。はいはいはい。もういないでしょう。もういないね。矢をちょっと無駄にしたくないので、このまんま進んでいきまーす。やっぱりね、矢がね、無限ついてないと、なくなっちゃうんですよね。なので、一応、念のために、極力、あまり使わずに行きたい。いや、でもね、使った方がね、絶対いいんだよね、これ。やっべえ、これ変更だ。これ、ハープクロスボウの高火力のやつで変更もらっちゃうとまずいのよ。むちゃくちゃ食らうからね。マジで変更にだけは気をつけないといけませんね。オッケー。ちょっとなんか矢出てこないかな。矢が出てきてくれれば嬉しいけども、ないな。ないで、しかしあれだな、雷の矢筒も強いけど炎の矢筒も大概強いね。大概効果力出せる。いないな。なかなかいませんわ。いた、発見です。ちょっと待て待て。レイスが反対側から超攻撃してくる。あいつ惜しいな。よしで、脅威が2ですね。下にいるな、この音楽は。下にいますね。このまんま行きましょう。よし。OK。とりあえず、数は減らしておきたい。おお、なんかやたらダメージがあったぞ。よっしゃ。あぶねえ。終わり。で、脅威3。反対側に、2体いてくれれば嬉しいけどな。どうだろうね。デスバーターがあと2個。発動していきたいところですけども、このまま仕方ないね。このまま行きましょう。しゃあ !OK。いいね。ちょっと待て。おいおい、あぶねえ死ぬほど減った。イエイ。硬えな。このキャプテンむちゃくちゃ硬いな。まあまあ、そうか。脅威3だからね。で、何?え?略奪者に変わるかな?はいはいはい。それなら問題ないですね。まあ、略奪者もね、結構嫌なんだけどね。ダメージでかくって結構嫌なんだけども。まあ、大丈夫でしょう。トゲと霊気。めちゃくちゃ嫌じゃん。あー、いるいるいる。嫌なやつ。これ嫌だなぁ。しゃ。ああ、トゲがむちゃくちゃダメージある。よし、オッケー。危ない。
よし。終わりだ。よし、次なんだ。プレイヤー HP40% 減少。まあまあ、大丈夫でしょう。いきまーす。中間地点突破しました。あとは、キャプテン一体だけなんだけどね。やばいな、ここ。さすがにね、HP がね、40% 減ってると、ネクロのダメージがね、結構痛いんだよね。よし、OK。いい感じで減らしてくれ。よし。にゃー、何がついてる？あ、いや、回復系はついてないんだけどね。それでも痛い。よし。OK。行きましょう。下から行くか。敵はいないな。敵いないっすね。え、これキャプテンいるか？あと一体さ。もしかすると、いやいや、これもしかせずとも、いないわな。これは、いるか？この先いるかな？まあちょっと期待、あ、いや、期待できないわ。いないと思う。だね、もうボス行きましょうか。いないわ、こりゃ。それでは、ボスまで来ましたね。サクッと倒しちゃいましょう。愛のメダルでうまいこと、捕まえてやっていこうか。おい、ちょっと待て。ここもかい。ここもエンチャント出てくんだ。あー。ダメだな。あんまり攻撃はして、してくれるにはしてくれるんだけど、ターゲット取ってくれないからね。やべえ、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 あぶねえ。死ぬとこやった。あぶな。よし。オッケーオッケー。オッケー、倒した。いやー。まあまあ、楽ではなかったけども、全然いけましたね。キャプテンがね、あと一体いてくれればものすごい面白かったんだけども、ちょっと残念な感じですね。はい。では、クリアして報酬を見てみましょうか。頼むよ。それでは、報酬頼みますよ。ドラ！どうっしょ！いや、でもまあ、254か。せめて255だったけども、まあまあまあ、いいんじゃないですか。ドラは、秒数なんで、そんなに、54も56も変わりないでしょう。10.7 秒継続ね。で、251が、10.6 秒、0.1 秒。まあまあ、この 0.1 秒がね、助かる時があるんで、いいんじゃないですか。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。